してやっていくんだけれども、2本立てぐらいにしたいな。Ladies and gentlemen, meaning good, but meaning good.ラブチャンネルスニーカートーク、自分で3回くらい撮ったんですけど、この間は後輩のね、コウスケ君に来ていただいて、スニーカーにまつわる、まあ、思い出話が中心になっちゃったんですけど、まあちょっとね、彼とは世代も若干違うので分かんない部分とかもあったりはしたんですけど、今回またお友達に来ていただいて、またお話をしていこうかなと思います。今回はまあ先に言っちゃうんですけど、まあ同い年のお友達なので、まあ思い出話が中心になるかなと思うんですけれども、今日はお話をしていただきたいなと思います。で、今日来ていただいたのは、あ、日森です。よろしくお願いします。元気にお願いします、はい、同級生ではないけど同い年、同窓生、同窓生の日森さんです、はい。まあ、年齢を明かしちゃうと、もう我々50歳になってしまいました。あ、今月51です。あ、そうそう、もうすぐ年上になっちゃうんですけど、同窓生とは言うけれど一切ね、学校が一緒だとか、なんかそういうのは何もないんですけど、まあ出会いはあれですね。そうですね。何、ディスコですか。ディスコです。ディスコですね。ディスコです。まあそれはさておきでもだいぶこのスニーカーとはだいぶリンクするものじゃない、これ。まあファッションとかってね、うん、みんなそれぞれ好みってあるから、うん、必ずしも一致ってないけど、ズックはなんかそれなりにさ、買うし知ってるしっていう意味ではすごいよなと思うんですけど、あなたほどじゃないけども、うん、嫌いではない、世代的に。で、僕がですよ、スポーツやってないのでなるほど、ね、だからスポーツしてない人がスニーカーを履くどうなのって思ってた方なんだよ。でも、うん、ほら高校生ぐらいの頃から、うん、やっぱりそこそこ、ね、うん、今日履いてますけど、うん、ジョーダン5とか、うん、NBA のブームがあって、うん、ブーンとかでさ、うん、こういっぱいスニーカーが、そうね、それまでそんなに、うん、その世代的に言うと、ほら、ブーツ履きたいじゃん。そういうのも、流行ったし、ね。と、ブーツ派と、まあ、スニーカーが、こう、ファッションまで来て、バッシュを外で履くっていうのはね。で、何が言いたいかって、僕は、あなたがやっぱり、スニーカーを履いてる人だったの。なるほど。同い年とは言ったけど、知り合ったのはだって18歳じゃない、17歳の高校卒業するぐらいじゃない。そうそうそう。だから初めて出会った時に、春から仕事しますみたいな、春休みじゃない。あ、でもその違う、夜ディスコに行きだしたのは、うんうんうん、秋。ああ、じゃあまあ大会終わって。あ、なるほどね。そうそうそう、高校の同級生4人、うん、あ、仲いい4人だ。が、うん、こう中学校の同級生、うんうん、ディスコで働いてんだよって。あ、なるほど。そこで行き出したんだよ。じゃあその 同級生か、まあ、友達がディスコで働いてるかってことか。でちょうどほらあれじゃない、ダンスダンスダンスのビデオを同級生が、うん、かな、うんうん、まあ誰もらって見たわけ、うんうん、でそいつはダンスとか好き。あ、なるほど。となると当然、うん、ヒップホップカルチャーとかやってくると、うん、じゃあスニーカーじゃんっていう、うんうん、だからその子はだからジョーダン5買ったんだ。高3でちょうどジョーダン5じゃん、高3の時とか。俺も欲しかったけど、うん、でも仲いい友達が買ってると買えないじゃん、うん、そう、なんかネタないかなと思ったらこんな写真があった。おー、すごい。高校3年生フライトじゃん。そう、フライト2人で。あ、それが俺と、うん、あのフライト色違いの俺と、うん、この同級生で。いいじゃん、この写真。いい、うん、ディスコ行く前に、うん、1個お店に寄るわけかな、うん、ダスクスタジオ行って、うん、で、夜、うん、なんだろう、タモラとか、うん、朝ミスド行ったりとか、うん、ニューシティのさ、うん、ツーバーとか、うん、あそこら辺でこうフラフラ。へぇ、それがだから高3の終わり。俺もみんなに聞いてますね、うん、初めてかな、スニーカーをそうやって自分で買うみたいな。コンバース。やっぱコンバースだよね。
だってスニーカーっつったらその小学校、中学校の時って初めてスニーカーを、運動靴じゃないスニーカー、コンバースしかなかった。まあそうだよ、ね、今でもグレーのハイカーオーバーオールスター次に買ったのは迷彩。ああ、どっちもじゃあオールスター、うん、スニーカーってそうじゃん。まあね、まあそうね。だから俺もそのピンクのさオールスターを初めて。どうぞ。これなナイキってわけじゃないの。ナイキはうちのお姉ちゃんがタヌキントリオコルテッツを3人色違いタイプ、はいはい、うちのお姉ちゃんのコルテッツ、俺小学校の時だったの。誰好きだったんだろう。マッチ。あ悪い男が好きだそう でもかっこいいなと思って、うん、結局その後姉ちゃんも履かなくなって、それをまだ履ける、うん、足の大きさのうちは履いてた、うん、お姉ちゃんがやっぱりいるから、結構そのお姉ちゃんのみたいなのってやっぱあるから、うんうん、羨ましいよね。おしゃれお姉さんだから、うん、だって例えば音楽とかだってさ。ああ、そうだね。そうでしょ。でも、ね、僕は長男。ミック・ジャガーがソロで出すんだってへぇっつって。まあでもお姉ちゃんがやっぱりいるのってでっかいよね。そういうカルチャー的な話あるかも。だからその頃小学校でしょ、うん、小学校6年生ぐらいの5、6年の時に、うん、ランディ MC ですよ。ああ、わかんないんだよ。その頃そうよ。でベスト USA とかで、うん、小学校なんだ。そうそう、だから洋楽にドハマりしてる。だから、そこでもうヒップホップがまあ、うん、で来始めてるから、うん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 、中高ぐらいになるとバンドブームの時にさ、ボーイとか、はいはい、ラップとか、はい、読んでると実はあんまそっち興味ないんだよね。ああ、そうだよね。だって俺はほらボーイ、そうなると俺はスライダーズとかが好きだから。確かに高木寛とか、うん、パブリックエナミー記事があって、はいはい、でグリーンレコーディングレコード借りに行ったランディ MC 買ったの。カセットテープ。じゃあやっぱりあれだね、音楽の話になったら俺よりは先にあれだね。ああ、ちょっとお兄ちゃんがやりたいです、うん、スライダーで2回行ったよ。へえ。坊主頭の柔道部が2人で行ってるわけですよ。そっか、柔道部。柔道部はじゃああれだな、別にスニーカー関係ねえ。関係ない。あ、でもうちあれだよ。あ、でもうちはやっぱ高校のね、後半で、うん、ファッションの人から、それバランスだね。はあ、高校からラグビーですね。中学校までは柔道で、野球柔道。あ、いや、野球もやってたもんさ、小学校。俺がだからほら出会った時には仕事も決まってるけどラグビーをしている、うん、まあ、プロみたいなもん。会社のチームに入ってる。そうそうそう、まあ、だからすごいなと思ったわけよ。もうなんとなく覚えてるけど、まあ、スーツ着て仕事するみたいな。ああ、まあ、そういうわけでもなかったかもしれないけど、スーツ着て仕事する、うん、仕事、そうそうそう、すげえガキだし、そうそう、スーツ着て仕事するんだ、すげえラグビーもやってんだ、みたいな。体もでっかいし、ね、その時とかだスニーカーとかちょっと流行ってたもん。でもなんかどっちかっていうとその頃ボンデージパンツ履いて、あ、そう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 、スニーカー履いてるイメージはそう、なんかスニーカーがちょっと苦手だったって、うん、そんな、だからそのスポーツしてないからスポーツしてる人だし、あ、なんかヒップホップとかそういう感じの人なんだみたいな。普通にジーンズ上下とかでも多かった。でもそれでもさ、なんかそのスポーティーなファッション、カジュアル、ズカ、そうそう、ズカ、これラバーソール大丈夫。あ、そうだ、そういうのが痩せてたしね、まずね。それでもうディスコですよね。ディスコですよ。ディスコに行くようになり、まあ知り合い、まあね、ほんと過言ではないよ、毎日遊んでたね。そうだね、毎日のように。これ土曜確定じゃない、これ練習とかもあったから、ね、うん、基本何、毎日練習終わってみんな集まって、はい、練習スタート、で週末試合で土曜日ほら、あ、遊んで外資が回すんで、日曜日試合みたいな。ああ、そしたら多分毎土曜日は何年か一番通じてる。ディスコブームでもあったし、まあだってね、楽しかったよね。何が楽しかったって言われれば何もしないあれだけど、まずね、まあ、2人とも別にダンサーじゃないし、そうそうそう、踊ってるわけでもないし、まあでもやっぱりね、あれは何ですか、バブル終わり頃ですか。そうですね、まあ、落
人がなんかね、お金持ってたのか持ってないのか分かんないけど、そんな雰囲気で遊んでくれたしね、みたいな。そう連れてってもらって、ね、そうだね、そういう意味では結構年下で楽ちんみたいな。だって、もう30年前ですよ。30年前ですよ。大変だよ。でもあのね、今までにながらあの縁ですよね、うん、あの夜の公園が、うん、そうでも、なんかほら、まあ何の職業でも昔はもっとみんなね、飲みに行ったりとか。そうだね、いろんな人いっぱいだった、うん、だって、やることなかったしね。そしてやっぱり連絡手段がなかったってことだよね。確かにだってそこに行って会うとかさ。あ、行けば誰がいるんですか。そうで、まあ行かなきゃ会えないし、行けば会えるし。なるほど。そしたら行くしかねえんだ。ナイキの靴は初めて買ったナイキの靴。初めて買ったナイキの靴、うん、フライトあそこ、柳屋スポーツ。柳屋スポーツって中央通り湯原。ああ、柳屋スポーツってどこにあるんだ。あれ広小路。あ、広小路。なんかジョーダン5さ、日森と遊んでて共同車に行った時に鳴ってたよね。なんかそれは、あ、俺その話を覚えてる。俺もグレープだねかな、白紫。でもさ、まあナイキもあるかもしれないけど、やっぱアディダスとプーマ。だからやっぱりさ、あれじゃん、悪口じゃないけど、ボーイみんなすげえのかって言ってるのにスライダースって言っちゃう人ってことじゃん。だからそういう意味ではちょっとなんつうの、こだわり、なんかあんまりニーハーじゃないんじゃない。まああるのここの。ああ、そう。だからでもそこはね、好きよ、欲しいよ。そうそう。ジョーダン最後欲しいんだもん、欲しかったよ、うん、いいじゃん、いいよね、今でもかっこいいよね。今さら別に一番かっこいいんじゃねえかなってこと。ああ、ジョーダンの何番好きかみたいな感じで、それもいいじゃないですか。いろいろこれでしょ、うん、いい感じでスニーカーの話になって。そうだね、ちょっと一回ここで一回来ていいですか。大変だったよ、もうちょっと大変だけど。30分話した、危ねえ。それをさ、じゃあ言って、ネタが多いかなと思って。あ、いえいえ、大丈夫です。だってエアジョーダン1欲しい。ジョーダン1あってもいいかなって感じ。あ、あるよ。あ、そう。